互いすごく刺激を受けながら一緒に練習をした記憶があり、演奏活動が広がるきっかけになったなと思っています。現在はヤマハ音楽教室でピアノやエレクトーンを教える講師をしています。下は3歳のお子様から上は60代の方まですごく幅広い方にお通いいただいていて、そうですね、皆さんが生涯音楽を何か楽しめる形でずっと続けてもらえるようなお手伝いをしています。一番はやっぱり師事したい先生がいらっしゃったことです。あとは、私自身ずっと電子オルガンを今までやってきましたが、もっと他にも作曲の副専攻を履修したりだとか、そういう形で幅広く音楽を学びたいなって思ったことが一番の理由です。はい、私は創作演奏専攻ということで、電子オルガンやピアノを使って作曲したり編曲したり演奏をするっていうことを学んでいました。はい、私は本当に通学に片道2時間半かかるようなところから通っていたので、大学の練習室がすごく充実していて、練習したい時にいつでもお部屋を利用できるというのはすごくありがたかったなと思います。一番印象に残っているのは2回生の時の専攻実技で、他の楽器との、コラボ作品を、作って演奏するという機会がありました。私はクラリネットの同級生と一緒に演奏させていただいて、お互いすごく刺激を受けながら一緒に練習をした記憶があります。その後一緒にリオでリサイタルを開催したり、今でも時々一緒に演奏したりと、その後演奏活動が広がるきっかけになったなと思っています。今仕事をしていて感じるのは、4回生の時にピアノ専攻のピアノ教授法という授業を聴講させていただいていて、そちらで実際に講師をされている先生から、その子どもたちにどうやって音楽を教えるかっていう具体的なそういう授業を受けさせていただいたりもしていて、その時の知識がすごく役立っているなと思います。すごく小さなお子様のレッスンをさせていただいているので、もう一日一日の成長がとても早くて、そのお子様の皆さんの生徒さんの成長を感じられた時というのはとてもやりがいを感じます。まずは自分自身が講師として生徒さんの成長をサポートできるように成長していくということが一つ、あともう一つは私自身も演奏活動を積極的に続けていきたいなと思っています。4年間というのは本当にあっという間だと思いますが、相愛大学で出会った友達というのは本当に一生の大切な友達になります。貴重な4年間を精一杯過ごしていただけたらなと思います。